こんにちは、コーチングアーツです。さあ、状況把握能力のボード2枚目ですね。もうちょっと詳しく、1枚目では、定義ね、言葉の定義、ちょっと難しい、2つ抽出してみたいとご紹介しましたけど、ボード2枚目ではより崩しながらちょっと図式化してみようと思います。まあ図説とさせてもらってますけど、こう ね図説してね、そのね、一体 どういう構造してるのか見せてくれるのか、もちろんそうなんですけど、言う前におかしいですね、説明しますけど、その前段で申し上げています。発生、これ金子先生もそうなんですけど、発生分析と言いながら、いわゆる構造解明、またそれの言語化、またそれの方法論みたいなものがあるのか言われた時には、実は正直ないですね、ないんですよ、うん。何を持っていくかというと、あまりにも人間の状況把握性っていうのは複雑極まりない難解さを持つものなので、難しすぎて体系化ができてないよねということの実は確認で終わってるんですね。これ学ぶ伝承ももちろんそうです。そんなの解明したらとてつもない世界ですから。ただ改めてその見過ごされて当たり前だよねということで、あいつセンスあるねっていうだけで見過ごされてあったものを、いやいや大事なんだから改めてどうあっても一回取り出してみんなで見てみないという提案ですね。これだけで僕非常に貴重だと思いますし、重ねますけど、せめてそこに一つ二つね、手をかけられる可能性は認知科学にかかってくるなっていうのは思うところです。はい、なのでそこの共有になります、改めてね。さあ、自説するとどういうことか、今まで皆さんと学んできていることをそのままこう当てはまることになります。思い出してください、体感能力やりましたよね。コツの前にやったところの体感能力、思い出してください。ここにも書きました、いわゆる体の中心感覚、ね、そこに端を発した距離感、気配、そことの対応における気配みたいな体感に始まりですよ。それが運用されることによって改めてその動きにまつわるコツをつかみ、金子先生もね、ここは不可欠のね、この状況把握能力を考えてもコツがやはり中心であり不可欠の大地であるという表現ですね。おほほーとびっくりしたぐらいの表現ですけど、コツね、不可欠の大地として中核に挙げていらっしゃいます。重ねますが、そのコツをつかむもつかまん、つかめるもつかめないも、その前段であるところの、または同時的ではありますけど、今こことしての体感能力、はい、が非常に重要になってくるってことで、また元に戻るわけですからね。この構造を思い出してください。体感がありき、そしてそれを運用され動きのコツをつかみ、そのコツの横に、時間的に前後じゃないですよ、これ横に今やってるところのまさに感です。この話はずっと感のことですから、感創発ですから、感もほぼ同時的に発生し、最終的にはそれは行為という、スポーツであればパフォーマンスですよ、スポーツ行為、ね、人間の行為として意思を持った動きとして表現される、即興的にね、常にです、 always ですね、これ、はい、この、今勘やってますけどね、この次にこう即興の解説入っていきますけど、これが全部一体化して、その瞬間にポンと即興として出る行為、うん、それも含めて状況把握能力なんですよ。ちょっとくどいですけど、しょうがない、せめて全部手を突っ込みましょうってことを皆さんとやってる、分かっていただけます。金子先生もここまでしかおっしゃってないですね。状況把握能力、全部関わる統合能力だというような解釈、確かにそうだけどね、でもこれだけ分けただけで、まあ、すごいことですね、うん、一個一個やっぱり確かめていくことできるし、じゃあどうしたらいいっていう、やっと議論になる、うん、やっと論理が成り立つ入り口に入ったということです。
じゃあこの状況把握能力って今どう、さっきも申しました、当たり前のようにしてこう流されてる、センスあるねで終わってる、あいつすげえ能力あるよねで終わってる、うん、それをもってこの言葉神秘的とはね、秘伝みたいなものとしていわゆるなかなかこう入っていけない領域として扱われているよねということがまず共有、確かにそうじゃないですか、ね、ね、クリエイティブのある、ね、創造性のあるプレイヤーを作るなんてできないでしょできないんですよ今は、そういう現状であります。じゃあそういったものっていうのはこういったものによっておそらく作られているであろう状況把握能力っていうのは、いわゆるスポーツの、まあ、スポーツのゲームにおいてとしましょうか。それは今よくやられているところの定量的ゲーム分析、いわゆるデータ化ですよね。見えるかデータ化、否定はしません、もちろんそれも一つの進歩だとは思いますが、今言うところの人間的な状況把握能力と定量的ゲーム分析、いわゆるゲームが分かるってことですよ。数字で分かるゲーム試合と感覚で読める状況ってやっぱり違いますよね、大いに違いますよねっていうことがまず前段としてあります。ここをご理解いただけますかね。今言うところのゲーム分析、試合分析、データ化、見える化、デジタル化で試合が分かった、状況が分かった、客観的に分かったというのと、いわゆる肌で感じる状況把握っていうのは違いますよねということをまず共有したい。どう違うかっていうと、はい、今言ってるのは例えばゲーム感覚、ね、ちょっと、ね、オフだったとか、やや、ね、コンディション落ちてて試合出てないとかいうことによって、ちょっとゲーム感覚が今落ちててって、まことしやかによく表現されますよね。試合感が鈍ってます、よく言われますね。こういうことなんですよ。ゲーム感覚、試合感って、これはデータにならんですね。わかりますよ、この違いがありますよねということ。その意味で言うと定量というならば、ここは定性なんですよ、質の世界。そういった、近代スポーツにおける状況把握能力なんていうのは、いわゆる指揮官とかリーダー、ね、司令塔って言われるじゃないですか、ね、例えばラグビーであればスタンドオフが司令塔でしょ、うん、ゲームの状況を読みながら適切なボール運びを誰かがやっぱりリーディングしなきゃいけない、うん、いうようなこともこれ状況把握ですね。これおもちろんそうなんですね、皆さんご理解いただけたと思います、うん、でそれにまつわってのものが含めて、どういうこういうことがね、概念として入ってるよねということを、共有することがまず大目的です。これ運動学技の伝承。そしてですよ、重ねちゃうんですけど、今の業界確認だと思います、うん、でもこれも重要。じゃあそういった能力を具体的に発生させる分析、いやー必要じゃないですかと。もしそれが絶対じゃなくても、ある程度いじれるんだったら、外的にね関与してその感性がいわゆる創発してくるんであれば、それはやりたいじゃないですか、うん、そこを書いてますね。ただこの発生分析に関しては相変わらず未解明状、これこういうのも書きましたよね、相変わらず未解明な状態でありますよね。だからそれに対して我々は大きくね、これぐらいの概念分けはできてるんだから、ね、認知科学もこれだけ出てきてる中で、ね、そこにもっと具体的に入っていく方向に進まなきゃいけないんだ、ね、今までセンスで、あいつセンスいいよねって流されてきたものに対して、少しでも肉薄するような努力を業界としてしなきゃいけないんじゃないか、しようじゃないかって、そういうサジェッションが力強く入ってますね、うん、大いに私もそれは共鳴するところではありますけど、そんなんできんのかって斜め見る方もいらっしゃるかもしれないですけど、いらっしゃるかもしれませんけど、私はある程度できるなっていうのは掴んでます、うん、絶対とは言いません、証明もできません。ただこの世界に1歩2歩3歩4歩5歩ぐらいは入っていける気概と準備は あるつもりでございます。そう、この未解明状況に関して分かってないから、これ最後書きましたね、いわゆるトレーニング不能だ
ね、あいつはセンスあるからいいんだ、ね、その任せりゃいいんじゃんみたいな、あとはやる気とリーダーシップだみたいな、 それってちょっと取り違えていて、それも重要なんですよ。いわゆるキャプテンシーとかってことを言うのはチームマネジメントじゃないですか。リーダーシップを見せて自分から、ね、一番大変なことをやって見せて背中で見せるみたいなよくある姿、これは大事ですよ。武将においてそれ非常に重要、戦う集団におけるその背中で見せる自分がこう先陣を切っていくのって非常に重要。ボスが逃げて何でやりますか兵隊が。当たり前ですね、それもいわゆるキャプテンシーじゃないですか。それもリーダーシップといえばそうなんですけど、これはもっとじゃあ臨戦態勢で今どうするっていうところでの判断力だよということを言ってます。はい、じゃあそれって分かんないってことはできないよね、トレーニングできないよねっていう 今の状況で、トレーニングできないってことは、ね、育成できないんだったら探す、それ持ってるっぽい人探すしかないじゃないですか。だからタレント発掘やるんですよ、大入りでしょ、スポーツタレント発掘って大入りじゃないですか。でも冷静に考えてください、どういう能力かって分かんないのに何を探すんですか。僕不思議なんですよ、どういう能力かって、これはどんなスポーツでも重要だって、もちろんそうだって皆さんおっしゃいます。それでタレント発掘って言うんですよ。いや、どういう能力かは分かんないのにどうやって探すんですか。鍛えられないってことは分かんないでしょ、分かんないのに探そうとしてる。え、何を探すの。いや何を探すので、多くがどうですか、大体携帯測定と体力、一般体力測定でしょ、あとそういうスポーツの専門的技能をチェックするとかね、うん、ほとんどそこに終始するわけじゃないですか。ちょっと待って、状況把握能力とその携帯と体力テストってそんなに関係あるんですかっていうと、いやまあね、もちろんね、体の大きさ小ささとかそういうのがメリットデメリットあるの100も承知ですけど、それとこれとはちょっと違いますよね。携帯がぴったりその種目に合ってたからといって状況把握能力があるとは到底言えないじゃないですか。そこの相関は多分あんまりないですよね、ほとんど。現状だけ確認したいんですよ、タレント発掘と言いながらここは分かんないのに何を探すんですかということ。そうなるとですよ、ね、イベントとして、ね、やるタレント発掘も発掘制度っていうのが問われちゃうんですよ。何を見てるんですかって、じゃあ10人中3人残したけど何を持って残したんですかってことになる。特にこれが重要でスポーツパフォーマンス重要だと言うならばこういうことが隠れてますよねということをパッと今皆さんとさらけ出しちゃった。でも大事ですよね、あ確かにそうだった、分かってねえのに やってたってことじゃないですか、うん、これを確認したいですよ。じゃあせめてこういうことは無謀とは言えませんけど、じゃあ分かる努力するともっとこの発掘精度も上がりますし、そうするとトレーニングも、トレーニング可能性、ね、そういう感性が誰しも少し一流でもあって分かってればスティミュレーション刺激によってそこを復活して、あなるほど、乾燥発含めた能力の開発ができるだろう、そういう企みのもとにあるんですから、ここはね、あの現状把握問題意識と同時に大事だというなら、皆さんこの辺の共有から、うん、改めて状況把握能力を生む、それがその人間だから芽生える、創発するに際してもですよ、ここのこと、ここね、このポイントが重要であるってことにまた立ち返る、なるほどねということなんです。決して答えにはなりませんけど、運動学でも今とここまでです。ただ重ねますが、やはりこれをブレイクするのは、うん、今でいうところの認知科学と言われる世界、うん、これね別段でお話ししたいと思うんですけどね、その大いなる舵が切られた時代ってありますよね、ちょうどそれが1960年以降ですね、我々の東京オリンピックを迎えました。あそこからねぐーっとね、いわゆる唯物の世界とそうじゃないだろうっていうぐーっと認知の世界っていうのが分かれてくる。でこっちの世界ですよ、こっちの世界で、今のいわゆる IT とか AI って出てくるわけですね。
お分かりの方ね、うん、ですからこれだけ人工知能とか AI とかって来る中ってこれはもう全て人間の認知性というところをこう外に取り出してやってきた一つの技術再建ですから、うん、その1960年代もう一度皆さんに共有して、話をしてみたいという希望はあるんですけど、ね、ちょっとこの技の伝承の時間ではその領域が出ちゃいますからまた別の機会に譲りたいと思うんですけど、そう掘る方はね1960年代、これをよーく精査していただくとその私が申し上げた意味がよくわかりますし、お分かりの通り技の伝承のこれ開いたそのスポーツ運動学を開いたクルト・マイネルが運動学を書いたのも1960年に出版してますからね。これはねあの時代的に大きい時代でしたね。その当時生まれてる方もうおそらく聞いてらっしゃる方はそれ以降ねお生まれだと思うんですから生まれる前の話ですよ、ね、戦後15年経った時代我々にとったら日本人にとったら、うん、あの時代のねこう変化って非常に大きいし改めて東京オリンピックというのはまた第1回ですよ東京オリンピックというのは、またその見方がね変わってくるかなと思います。はい、大体このボード2枚でねこの技の伝承にまつわる解説は終わりなんですが、これに引き続きですよ。引き続きというのはこの3つ技状況把握能力を持って1回この勘のね説明が終わるので次即興に入ります。これがなかなかねまた面白くかつ時事でねあるんですけどこの話をこの続けてねやりたいと思います。ここはここまでです。ありがとうございました。今回もコーチングアーツの動画ご視聴いただき誠にありがとうございます。お話しさせていただいた内容が皆さんの金銭に触れるような内容でしたらぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。